ミシェル・ブロックはベルギー出身のピアノ奏者、アントウェル・ペンでフランス人の両親の家に生まれた。1956年に家族でメキシコに引っ越したが、ニューヨークのジュリアード音楽院でビバリジ・ウェブスターとボルフガングローゼにピアノを学んだ。1960年のショパン国際ピアノコンクールでは入選に止まったことで聴衆が抗議のデモを起こし、 当時の審査委員長だったアルトゥール・ルービンシュタインが自分の名前を冠した賞を臨時に授与することとなった。1962年にはレーベントリット国際コンクールで優勝している。1978年から1997年までインディアナ大学で教弁を取る。ブルーミントンにて没。アーカイブ2019年3月3日。 ウェイバックマシンミシェルブロックディスコングスハットボルフガングローズマーラーファンデーション2020年12月15日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年12月15日閲覧アーカイブ2020年7月19日ウェイバックマシンアーカイブ2009年8月30日ウェイバックマシンありがとうございます